老不死の仙人をかたどったとされる青銅と金銀仙人。作られたのは1世紀から2世紀の中国後漢時代です。青銅製の像には金と銀のメッキが重ねて施されていて、その技術力の高さは後世国内では再現することができなかったといいます。非常にこう素朴で、大らかで、生き生きとした表現が見られると思います。青銅と金銀仙人は今月21日から5月21日まで全日程で展示されています。